前回の高速王。そして上手だぜ。見てよ、ブルーアイホワイトドラゴン。何言ってるのマリサ、どう見てもヒラゴでしょ。俺にとってはいつも通りのヒーツだ。見えた、いけー。あのペイントはミスタピオカ。やはり大型が難しいんだな。ライディングデュエル、それはスピードの世界で進化したデュエル。そこに命を懸ける伝説の技を持つ者たちを人々はヒラボディーズと呼んだ。え？見ない顔だな。悪いが先を急ぐんでな。強そう、でも弱そう。デルデンタ、ヒヨコをおとなしくしてな。中二病おっさん。あら、どなた？悪いけど、ナンパは間に合ってるから。じゃあね。お嬢さん。ターゲットを撃ち抜くであります。撃て！待ってくれ。私のターン。私はティフだから、マジックカード融合を発動。融合？私が融合するのはムーンライトブルーキャットとムーンライトパープルバタフライ。ちょちょれたー。紫ちょうちょ、傷をしたこの部屋の隅で。青き闇を徘徊する猫よ、紫の毒物蝶よ、月の引力により渦巻きで新たなる力と生まれ変わらん。融合召喚、現れいでよ。月明かりに舞い踊る美しき野獣。見とけ見とけよ。ムーンライトキャットダンサー。いやー、はい、美しき野獣。野獣しつこいな。そしてまたカラフルだな。なんかレインボーアイスみたいだね。なぜアイスで例えるんだ。レインボーなら何でもいいじゃん。正論言うな。え？面白い。なんだけど。やかやんけ。わあ、おもれ。俺を倒す気でいるのか？おりゃ、かかってこい。急にテンション変えんな。お、シンプルだな。そこがいいね。こっちとは真逆だよ。長い、大型か。これは苦戦しそう。うん、まさか鬼ブロック。もらった。いや、今の当たらないだろ。そうだね、今回はバンパー控えめにしているのに。近い。そして当てる。よし、今日はこの手段を壁にするよ。あ、聞いたぜ、今のはよ。まあ、一旦巻いたから OK。
するぜ。気持ちいいぜ。すごい加速だ。いや、軽トラの方がすごかったぜ。マジかよ、加速しすぎたな。どんななんだ。麦わら森かもんです。僕は今9歳で。また俺に負けたいのか？おりゃ、かかってこい！俺には勝てねえみてえだな。海賊王ニナ、人生は無限！俺は無限！こんなに死んだあかんで！生きてくれ！命さえあれば！なんでもできる。勘違いかもしれないけど、ヒラは初速は遅いかも。それが短所か。この連続車線変更現実だと煽り運転じゃん。マジ危険だな。からこれ太鼓の達人じゃないから。自然に出ちゃった。さあ、役者は揃ったわ。今日は頭からぶっ飛ばすわよ。いきなりか。出てきて、夢と希望のサーキット。アローヘッド確認。見てて、お兄様、リンク召喚。現れて、リンクにトリックスタッフ、ハーリーエッチェル。はい、またまたエンジェル。もう見た。ペイント手抜きすぎ。このハート拡大とかできないからな。あら、あなたが噂の人ね。結構いい男じゃない。あたしと勝負してみない？さっき興味なかったくせに。この人も乗り換えたか。前はダンプだったからな。無理やり変えられた感。桃色トイレ。この曲は、卵コース。嫌な予感がするな。あと、平日伝のラストのイメージが強い。おいおい、バックミラーは飾りか。いやー、反射神経鍛えられる。私は悪くない。
今の強かったな。わあ、アウトサイド失敗。なんかデッキにバトランスついてるじゃん。回転層じゃないけどね。また手抜きか、っていうかこれ単体の方がいいのに。なんでデッキの上に乗せたんだ。しかも自由で隠れていて存在薄いね。ただのアンドンパーツだぜ。その腕じゃ台無しだね。あら、あたしに負けた人じゃない。もう一度、あたしと勝負したい。勝負しようぜ。今度こそ、グラブか。なぜ、ちょっと待てよ。おっと、これはオフサイドじゃないのか。よ、これは、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。下げんなハゲな。下げんなよお前。せっかくのいい音。大した時のセリフ一緒でした。その腕じゃ台無しだね。収録ミスか。前より腕が良くなったわ。男前だし、これから期待してるわよ。いや、あの判定マジでどうだったの。明らかにボディもバンパーも若干勝ってた気がするが。悔しいな、芸術伝ラストの再来ならずか。逆に今度は勝ったと思ったら負けてたからな。レベル4のラッシュライノにレベル1のサイバーマジシャンをチューニング。リミッター解放レベル5。ブースターランチ OK。インクリネーション OK。 グランドサポートオールクリア。ゴー、シンクロ召喚カモン。テックジーナスワンダーマジシャン来たか。シンクロチューナーレベル5のハイパーライブラリアン、はい、主のアカウント名の求めたチューニング。これだったのか。あまり有名じゃなさそうだな。ガールタンとかより知名度ないのは当然。それよりこの改造もって感じだ。アクセルシンクロ。うん、あんたが最近噂になってるやつかい。どれ、俺と勝負しねえかい。噂やばいな。実はこいつも芸術伝組なんだよな。主は動画出す予定だったけど間違ってプレイ動画消したやつ。なんでがっかりだぜ。実は大したことねえな。じゃ俺は帰るぜ。カットします。この間俺に負けたやつやねえか。どうだ、また勝負しねえか。リンクスタート。邪魔だ邪魔だ。言っておく、俺は前に入ろうと思ったらぶつかった。なんで今度もダメじゃねえか。やはり大したことねえな。じゃ、俺帰るぜ。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。紫町長、前の役につけたかった。おっと、あれ、かぐやペイント前の姉ちゃんと一緒じゃん。元からあったよこのペイント。
通りアバンパー見たことあるぞ。チンピラの大型だね。知り合いか偶然か。知り合いであってもおかしくない見た目だね。今度は遅かった。おお、見事。今まで一番綺麗だったね。やはりスピードが大事。さすがにここはブロック。ドライバーだ。覚えておくぜ、あんたのこと。帰らないのか。めっちゃシンプル。デッキとバイザーなし、ミラーとフロントバンパーもデフォルト。でも不思議にバランス取れてる。なんだお前か。ちょうど暇だったところだ。お前の走りを見せてもらおうか。絶対いつも暇だろ。チッ、息になんなよ。アネゴはお前よりもっと強い人なんだぞ。お前が勝負相手にふさわしいかどうか俺が確かめてやる。アネゴ、今度はどんな美人さんかな。お前の走りをこの目で確かめるんだからな。俺の視界から消えるんじゃねえぞ。見えなくなったら逃げ出したってことだからな。監視ドライブスタート。これボツになったトラックじゃん。そこでずっとケツを見ていなさい。時間がないので大幅カット。ちくしょう、また負けちまった。覚えてろよ。待て、アネゴに合わせろ。俺はまだ自分の未来を諦めたわけじゃない。トラックカードオープン。集いし願い。集いし願いはシューティングスタードラゴンがバトルで破壊された時、バトルダメージを無効にして墓地に眠る素材となるモンスターを除外することでスターダストドラゴンをシンクロ召喚する。レベル7のパワースルードラゴンにレベル1のターボシンクロをチューニング。集いし願いが新たに輝く星となる光り差す道となれ。シンクロ召喚飛翔せよスターダストドラゴン。はい、ラストです。これドラゴンだよね。そう、でもメスだよ多分。またそれか、色もかぶっているし。お前、あたしてやろうっての。10年早いんだよ。え、もしかしてアネゴって。おかまやん。お前、おかかって今回。うわま、マリサが消された。怖い怖い。ライオンくんとランエゴ倒して挑戦。お前、あたしてやろうっての。いい度胸じゃん。あっ、怖い。お、トラックはそんなにでかくないな。このデッキ、あっこのだったんや。走れ、明日へ続く進化の道は新たな伝説のデュエル。アハートダッシュ決めるぜ。どんな汚い手を使ってくるんだ。しないだと。いいんですかこれ、ラスボスなのにありえない。いた。バカ。加速バケモンやん。
ごめんなさい。すいません、許してください。何でもしますから。回避？地の底に落ちるがいい。消えました。まあざっとこんなもんさね。さようなら。もう君と会うことはないでしょう。お前ちょっとごめんなさいね、はい、何をされてるかまた私とやろうっての勝てると思ってんの。おせち、おせち、おせちんこ。ざまあないね。そのたこのパターン、ハゲそう。ありました。失敗。レーダー消してます。前見ないと死にます。失敗その成功、でも減速で前に出れず。ビーホイールだ。これが俺の最後の攻撃だ。俺たちの未来を受け取れ。アキシューティングストリー。あの鐘を鳴らすのはあの音。ブレン、私に立てつく機会。まあいいわよ、これで平ボディは完全制覇だから。私に勝ったからにはたとえ別所トラックでも負けたら承知しないからね。わ、はい、わかりました。怖かったけど、たとえ難易度を上げても鬼ブロックはしてこない優しいやっこさんでした。これで平ボディ制覇です。今回もご視聴ありがとうございました。次回も。あっこにお任せ。